翼の塔の千代田区の事務所前にやってきております。取材陣の方もたくさんまだいらっしゃってですね、こちら機動隊の方もいらっしゃいます、記者の方もいらっしゃるというところでですね、ここにですね、黒川がいるのかどうかっていうのはまだよく分かっていませんが、家宅捜索に入っているのはこの翼の塔の本部事務所とですね、あと練馬区のいわゆる支援者の山中豊の母親が所有権があるですね、ギャラリーの方に根本がですね、家族と一緒に住んでいるというところ、この2箇所、そして朝霞市議会議員の富山真紀の内縁の旦那である黒川が朝霞市の方に自宅を構えているということで、朝霞市の自宅とこの翼の塔の自宅事務所、そして根本がですね不法占拠している練馬区の山中豊のギャラリーが家宅捜索の対象3箇所になっているということになります。でこの後ですね、これ自由妨害だけじゃなくて、自由妨害以外にも名誉毀損罪、私文書偽造罪、出資法違反の可能性もありますし、東京都の迷惑防止条例違反というような、さまざまな嫌疑がありますので、この後、まあ、おそらくですね証拠を調べて今日中には今黒川は警察署内に連行されていると思います。任意のおそらく逮捕状が執行されて逮捕される可能性が極めて高いと思っております。以上ですね、翼の塔本部事務所前からお伝えいたしました。もうニュースでも報道されている通り、翼の塔のガサ入れが、いわゆる家宅捜索というやつですねが、午前11時に始まりました。特徴としてはまず一番、まあ機動隊がですね出ていることですね。これはもう通常のガサ入れでは機動隊などはガサ入れに機動隊が参加するということは、通常はありえない。まあ大体やる場合はこれ暴力団事務所などですね、過激派組織に対してガサ入れするときに機動隊が出ますので、この機動隊が出動していることが一つ大きなガサ入れのポイントかと思います。で2番目、嫌疑なんですが、何罪なのかっていうと、まあ、自由妨害罪っていうのでニュースでは報道されていますが、この他に余罪がありまして、名誉毀損ですね、私に対する名誉毀損であったりとか、私文書偽造罪の疑いもあります。出資法というですね、まあ、お金も集めていますので出資法違反の可能性も出てきますというところで、まあこれ直ちに逮捕されるかっていうとですね、これちなみにガサ入れが入るとですね、逮捕されなくてもとりあえず警察に来てくださいということで、任意の事情聴取がもう始まっているというか、ガサ入れの立ち会いをさせた上でその後警察署に引っ張っていくんですけども、逮捕するかどうかは証拠の出方次第ということになってきますので、今日中に黒川やと根本、そして杉田の身柄がですね自由になるかどうかがですねポイントになってくると思います。特にその自由妨害罪で今回ガサに入っていますので、この自由妨害に関して、まあ他人への妨害をしたっていうことになるんですが、まあマイクを使ったそういう演説っていうのは翼の塔の選挙演説になろうかと思いますが、まあ黒川がやっていたですね、まあ維新の会の金沢候補に対して太鼓を鳴らしてましたね。太鼓を鳴らすっていうのは、これはやはり演説というよりも他人への妨害というように見られると思いますね。特に内心を証明しなきゃいけませんので、翼の塔内でのやり取りっていうのがどういう目的で太鼓を叩いたのかとか、どういう目的で、まあ、演説をしたのかっていうのは、目的がですね、彼らの LINE とかメールとかのやり取りで明らかになっていってですね、自分たちの選挙運動をしようとするのではなく、他人への選挙の妨害をしようという内心が、そこで立証されれば、選挙の自由妨害罪が適用されるのではないかなと思います。で名誉毀損は私に対する名誉毀損で、これはもう 100% 有罪になる案件ですね。私文書偽造については、メールや LINE のやり取りを調べて、この後、いわゆる関係者のスマホ全部押収されます。しばらくですね、何年かは、数ヶ月じゃないですよ。何年かは、この、黒川や杉田や根本のスマートフォンは警察に押収されます。帰ってきません。裁判が終わってからしばらくするまで。で、あと出資法は薄いかもしれないんですが、これ、出資法も調べられると思います。いずれにしてもですね、一つの犯罪の疑いがある事務所や、まあ、人間に対しては
他のことも調べるということで、いわゆるガサ入れ、まあ、家宅捜索と言います。正式名称はね。で、裁判所が令状を出して許可をしているものですから、調べたところ他の犯罪も見つかってくる可能性が、結構極めて高いかなと思っています。最高刑が自由妨害罪は懲役4年なんですが、名誉毀損との少なくとも併合罪になりますので、懲役マックス6年ということになります。マックス6年になりますので、これ実刑の可能性も十分ありますね。実刑の可能性が出てきました。で、反社認定もされてるのではないか。あ、まあ、いわゆるお金の動きがですね、これ通帳なども全部持っていかれますので、これ誰が選挙資金を出しているのか、まあ、活動資金を出しているのかというようなところも含めてですね、この後、ガサ入れ、家宅捜索の結果が、時間がかかりますけどね、数週間、数ヶ月かかりますが、結果が出てくるんじゃないかなと思います。いずれにしてもですね、まあ、証拠隠滅の恐れがあったりとか、海外に逃亡する可能性があるとなれば逮捕と身柄拘束ということになりますので、そもそもガサ入れをするぐらいですから、これ翼の党に対して任意でこういう書類出してくれということをやらずに、あえて強制捜査をしたということなので、強制の取り調べ、つまり逮捕される可能性は、まあ、極めて僕は高いと思っています。もちろん自由妨害罪に関してはなかなか過去判例がないので、警察検察もですね、ちょっと慎重になってたと思うんですが、まあ、私が名誉毀損の告訴状を出したということで、まあ、ここは 100% をもう黒川自身も認めていますので、100% 有罪にできる罪が一つ見つかっていますから、もし裁判になって自由妨害が最高裁などで、まあ、裁判所で仮に却下されても、いわゆる認められなくたとしても、名誉毀損罪は確実に有罪に持っていけると。まあ、これ名誉毀損は僕だけじゃなくてね、黒川に関しては高槻署でも受理されていますので、まあそういうところでですね、有罪にできることが確定をしているので、まあそういう意味ではガサ入りもしやすかったんじゃないかなと。まあ僕が先週ですね、被害届を出したことが、正確には告訴状を出したことがですね、警察のガサ入りの後押しになった可能性は否定できないと思います。まあいずれにしてもですね、まあ黒川君を僕は追い出した理由っていうのはこういうことです。彼らは NHK の被害者なんか守ろうって気持ち1ミリもなくてですね、この人たちは NHK から国民を守る党に必要のない人だと。で、それを大津に言ったところ、大津が黒川と組んだということで、まあ大津側と分裂したということなので、まあ僕はね、黒川君を活動家としてですね、認めていないわけではありません。このように、警察と戦う、司法と戦う、裁判所と戦うことを経験して、一度ね、まあ有罪になるなり刑務所に行ってですね、それでもまだ彼がやるということであれば、それは本物の活動家なので、まあ今回は自分が犯した罪についてですね、しっかりと償った上で、刑が確定してから活動することを望んでおります。まあそういうことをね、期待しておりますが、あとは、この翼の党に関しては、こういう私文書偽造とか暴力団とのつながりとかも十分にありますので、収支法違反とかもありますので、反社認定される可能性がもうすでにされているかもしれません。翼の党に対してお金を寄付するとかっていうことについては、反社会勢力との密接交際者になる可能性がありますので、十分その辺は翼の党をですね、金銭的に応援される方については、その辺は覚悟を決めた上でね、可能性がゼロとは言いません。100とも言いません。ただ、翼の党に資金援助をすることが、反社との密接交際者という可能性も出てきますので、慎重に支援される方はやっていただきたいと思います。僕がお勧めするのは、これですね。LINE です。LINE の QR ですね。これ実際僕につながりますので、画面をこうやれば多分いけると思います。はい。まあこれをですね、要はなぜ LINE の QR をお勧めするかっていうと、まあ僕自身今、銀座のバーで働いてるんですけども、やっぱり LINE ってめちゃくちゃ効果あるんですね。僕自身も今、どうだろう、500人ぐらいと繋がってるのかな、ちょっと数は数えたことないんですが、LINE でさえ繋がっておけば、お店が今日暇だから来てくださいとか、もちろん次の選挙ですね、こういう形で候補者募集してますとか。要は、僕のようなある程度有名な人間でも LINE で友達つながっていく人を増やせば増やすほど有利なので、ぜひね、ここは僕は LINE の QR を貼るのが一番いいと思います。そうすると、
友達が増えてお商売や自分の趣味が広がるっていうのは間違いないと思います。もちろん LINE だったら気に入らない相手はブロックしたら済む話なんで、あとは未読とか既読でスルーしたらいいわけなんでね、ぜひ皆さんも LINE でつながる人を増やすことが非常に有利な社会になっていると私は思ってますので、 NHK をぶっ壊す。